ほだなま、じゃいしゃあらいおめんかんいしゃ、ふいほだ部分。びょうてこれお願いします。しょしんおらいるいしゃ、にめんははてん。はまいい天気ですね。お出かけですかええ、ちょっと郵便局まで。そうですか。いってらっしゃい。いってきます。これ、オーストラリアまでお願いします。 はい。船便ですか航空便ですか航空便はいくらですか7600円です。船便は3450円です。どのくらいかかりますか航空便で7日、船便で2ヶ月ぐらいです。じゃあ、船便でお願いします。 好的。那么现在我们看一い内容。首先、看一下标题部分。これ、お願いします。これ这个お願いします。的意思し、拜托了。这个お願いします常用。ちゃんよ、そうい、必須要、記住。好き。那須、はめんかい管理人、管理人、和、万さん的、退化。首先、管理人说、しいい天気ですね。 お出かけですかちがいい天気ですね。ちょうし、天気真、剣好はお出かけですかちゅうめんは、ほとし、ちゅうちゅうやでいす。おわんさんふいだしょ。え、ちょっと、郵便局まで。え、しだ。ちょっと、せませま地方まで。ちがしうファンな。 だをしゃいましゃいま、ちょいいいしゃ。そういな、ちょっと郵便局まで。でいいし、注意い探遊戯。ランホーな、管理人しよう。そうですか。しま、いってらっしゃい。ちがいってらっしゃい。でいいし、走行。就是、送電出面だしほ、使用。ランほーな、わんさんふいだしよう。行ってきます。 イ的意思是我走了，就是自己出门的时候使用。然后呢，万桑为了寄包裹来到了邮局。那么看一下万桑和郵便局員（邮局工作人员）的对话。首先，万桑说：これオーストラリアま这个。 オーストラリア i 的意思是澳大利亚，まで到，嗯，到澳大利亚。お願いします，拜托了。所以呢，这个意思是这个请寄到澳大利亚。然后呢，郵便局員说：“はい。好，没问题。”船便ですか、航空便ですか？这个船便的意思是。

7600日元。ランホーワンさん、ウェンウ船便は那么入ん呢然后呢郵便局員、振り出しを3450円です。3450日元。ランホー、ワンさん、问,一问どのくらいかかりますか 这个就子非常重要，你们要记住。どのくらいかかりますか？要花多长时间？どのくらい是多长时间？かかります是花花费。かかりますどのくらいかかりますか？要花多长时间？然后呢，郵便局員说，航空便びで。嗯，这个“で”是表示手段。 嗯、使用诶海运的话，七,日七日是ふ天。船便で，这里也是嗯手段的で。使用诶、嗯、海运的话，二ヶ月ぐらいです。二ヶ月是两个月ぐらい，大概大约。然后呢，晚上最后决定。 じゃあ船便でお願いします。なあ、ハイー、ンバば。そんんういう、ワンサン、シャンチェイユ、チエン。じゃあ、いいっす。